はい、同人生活です。ということでサイコブレイクね、ここからやり直していきたいと思います。これな、お前どっから来んの。そこら辺でね、止まってるだけのやつはね、すごい勘弁なんだわ。ここでどこどこどこと落としてもらえるという話なんですが、あ、これもらっとこうね。で、これは何なんだろうな。多分燃えるんだろうけど。なるほど、走ってるとジャンプしてくれるのね、勝手に。よいしょ。あー、ジャンプしてくれなかった。ここでね、多分炎をつけて急いで。痛い。一応俺にも当たり判定があったのね。これなんだろう、一応ショッティ使って戦ってはいるけど、あ、スケイさんだ。こいつら復活しそうだからな。よし、頭を吹っ飛ばせばもう復活はしないはず。まあ、とりあえず燃やしておくか。リボルバーでしょ。リボルバーで、ここか。ちょっともらっておいて、これ使うからね。危ない。あれ食らうとな、一撃で死ぬ可能性も、泣きにしもあらずだから。動くな。よし。よかったー。なるほどね。こうやって敵を全部倒すと、開くと。本当はこういうところカットなんだろうけどね。まぁ、ちょっとそういうのは、って思ってる人間なんで。まあね、サクサクプレイではないですが、もしよろしければお付き合いくださいっていう感じですかね。私のスタンスとしては。まあいいや。つか、弾がほとんどなくなったぞ。恐ろしいぐらいに弾がなくなったな。手榴弾とか使えばよかったんだろうけど、手榴弾とかのこの、使うタイミングがな。一応爆発には自分も巻き込まれるみたいだから、いやー、ショッティ全部撃っちゃったな。あ、開かないの。なんかピチピチいってるけど。わ、なんか肉が張り付いてる。デッドスペースみたいになってる。で、ここでなんかあるな。リロードしてもらって。なんか嫌な予感がするが、どうだ？なんだ、どうした、どうした。ここで戦うのは不利だ。開かねえし帰れない。
おお、なんだなんだ、捕まったぞあいつ。まあ多分逃げるんじゃないかな、どっかに。こいつは動くのか。動かないし、エキスが落ちてる。あ、ショッティの弾も落ちてるし。これってさ、これで一緒に燃やしちゃえばいいんじゃない。燃えねえ。あ、なんか一緒に入っちゃったな。まあいいや。こっから降りましょう。なんだこのグダグダ感は。恐ろしいぐらいにグダグダしてるけど。多分降りてくるんだろうな。これは今引っかかるとまずいから、すごいやつだ。ちょっとそっち向かないで。いいよいいよ、エレベーターに乗り込みましょう。戦わなかったけどよかったのかな。ちょっと待ってね。これ結構大変なんだよな、ショットガン。あー、そっからも出てくるの。なんかもういろんなところから出てこれんのね、あなたは。なんかアイテムあった気がするけど、ちょっと取れなかったからしょうがない。よしよし、オッケー。あそこを恐れずに突っ走るのが危なかった。必要だったみたいだね。さあ、新しいアイテム入ってるか。はい、ショットガンの弾ありがとう。で、とりあえずリロ、一発だけ。どう見ても視覚的には5発ぐらい入ってたけど。あ、で、リボルバーもあるね。よしよし。まあ今は基本的にリボルバーで行きましょうか。これは燃えるのか？燃えないね。いやー。いや。あー、ちょっと。いやーとか言ってる場合じゃなかった。はい、ということで、いやー、完全にやーとか言ってる場合じゃなかったね。調子乗りすぎたってやつですかね。で、まあここでちょっとリロードしてハンドガンに持ち替えて、で、確かこの先に出てくるから撃った方がいいのかな、これは。ここだっけ。わっ、ワープしてくんのか。どうした。うわ、階段が壊れてるけど。どういうことだ。待って、完全にどういうことかわかんないんだけど、いた。あ、今光つけたり消したりできんだ。へぇ。終わった。唐突だな。はい。じゃあセーブしようか。どういうことなんだろうね。あのね、すごいね、これ。意味がわかんなすぎてね、実況しづらいってのは、ちょっとあるかな。個人的に。面白い、ちゃ面白いと思うんだけどね。じゃあ、そのまま次のチャプター行きたいと思います。またここか。はい、ということで、どうやらまたここだって言ってるから、いつものあの、うん、そっち？セバスチャンの式、2005年3月。悪いニュースが一つ。パートナーが変えられた。
いいニュースが一つ。マイラがイエスと言ってくれた。悪いニュースの方もそう悪くはない。ジョセフは素晴らしい刑事で。あ、ジョセフってあのメガネの人だよね、多分。お互いうまくやるそうだ。クリムゾンシティにはもっと彼のような頼りになる男たちが必要だし、一緒に働けることを光栄に思っている。時々まるで船底に穴の開いたボートに乗ってバケツで水をかき出しているような気分になる。一つ事件を解決しても別の10件が待ち受けている。クリムゾンシティポリスデパートメントは市民を犯罪から守る盾だが、それは時にひどくちっぽけに思える。ああ、まあそれはいいんだけど、ここにね、箱があるのよ。こっちの方が気に、あ、ええー。なんでさ、こう、微妙な気分にさせてくるんだろうね。本当にもう。ちょっと待って。これは？これで取れるだろ。よし、一回ちょっと戻ろうか。戻るっていうわけでもないけど。ここは俺に必要な場所なのか。あれ、出てくる場所が違うぞ。ああ、独房の中にはいなかったってことか。ちょっとシリンジだけつけておこう。ずいぶんお久しぶりですね。そう？連続殺人事件捜査難航。ああ、犯行がないから警察は見つけることができないみたいだね、その犯人を。ちょっと待って、あの鍵をさ開けに行くわ俺は。ここは A ボタン何回連打してもゆっくり開いちゃうな。まあそれはいいんだけど。あ、ちょっと待って。その前にさ、前開けたこのショットガンの弾をもらっておくわ。あ、これ。ああ、すごいな。じゃあ今回ここら辺開けてみようかな。オープン。あ、グリーンジェル。5000円。すごい大量にもらったな。あ、なんだこれ。あ、地図、そういう意味か。地図は地図でなんか別のコレクタブルなんだこれ。ここ？あれ？ああ、ここに繋がってんの。ああ、え？ああ、そういうことか。全然あれだったな。さあ強化しますか。よく見ると腕のところにシリンジがついてるね。相談数が上がるの？相談数が上がるのはちょっと良くない感じなんですけど、ちょっとダメージ上げようかな。ハンドガンのダメージをガン上げした。まあ今ね、一番弾がっていうか使ってあれなのがこれだから。じゃあセーブしますか。よし、はい、といったところで、あー、カットしてるから15分まで行ってないのかな。まあちょっとよくわかりませんが、一回ここで切っておきたいと思います。じゃあ次回はね、鏡から外に出て、その続きからやっていきたいと思います。それでは続きはまた次回。それじゃ、またな。